ただいま5時53分です。4時半に家を出ました。とても眠い。地元に帰れる楽しみ、行ってきます。おはようございます。みゆはんと申します。今日は私の地元である香川県に帰りたいと思います。ということで、もうすでにオンラインでチェックイン済みなので、手荷物を預けていきたいと思います。成田空港から高松空港までの運賃はなんと4990円から。安すぎて腰抜かしちゃうね。詳しくは概要欄をご確認ください。先ほども話した通り、すでにオンラインでチェックイン済みなので、あとは手荷物を預けるだけ。ちなみにオンラインチェックインは7日前からどこででもスマホで簡単にチェックインできるよ。ただいまみゆはんは手荷物を預ける手続き中。なんと非対面で荷物を預けられるんだって。この時期には心強いシステムだね。無事に荷物タグを発見することができました。これを荷物にくくりつけて、あとは預けるだけ。すっごく簡単。今から香川までレッツゴー。やっぱり飛行機はいつ乗ってもテンション上がるな。飛ぶぞ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 、飛んだ。高松空港に到着しました。久しぶりに香川に帰ってきた。やっぱり空港の中にある白いうどんみたいなソファーを見ると、香川に帰ってきたなっていう感じがしますね。硬さもマジでうどんなんだよな。この讃岐うどんのコシを表したかのようなソファー。高松空港名物のちょっと騙されそうになるエレベーター、こちらです。エレベーターと見せかけておきながら、もう一段階エレベーターがあるシステム。この空間のに見て、このオブジェハートに見せかけて置きながらのうどん、ポート技術。さて、これから観光しに行ってまいる香川のいいところを伝えるぞ。さあ、いよいよみゆはんの香川旅始まります。まず最初に到着したのは瀬戸大橋記念公園。ここはどんなところなのでしょうか。この水の回廊を見ると思い出す保育園の頃の記憶。毎年この公園に遠足に来ていました。本当はここ水が出るんだよな。いろんな高さの水が出て綺麗なんだよな。本当は展望台として上まで登っていくんだけど、今日は月曜日ということでお休みでございます。展望台も美術館も空いてる日はもっと楽しめちゃうんですよ、本当は。ここもね、本当は水が出てたの。水が出ててね、本当に虹が出てたような気がする。どうやら時間によって水が出るみたい。果たしてみゆはんは水が出ているところを見られるのでしょうか。今から行くのは個人的に一番好きな隠れ家的ポイント。じゃじゃん、この名もくぐり滝。ここのね、橋をね、橋っていうか石を渡ってあっち側に行くんだけど、それが最高に楽しい。見てごらん、もうこの入り口からワクワクする。行くよ。見てよ、このめちゃくちゃ冒険感のある入り口、やばい。あ、これ反射して超綺麗なんだよ。マジでお気に入り。瀬戸大橋も追わせられる。あー、最高。なんと滝をくぐった後に戻ってみたら水が噴き出していました。タイミングが神すぎる。これが水の回廊でございます。あれも瀬戸大橋イメージしてる。これぞ瀬戸大橋記念公園ですよ。水出てよかった。このように虹の下に本物の虹ができてとっても綺麗なんです。いや、見れてよかった。そしてお次は瀬戸大橋を綺麗に見渡せる場所。ここにも思い出があるんです。まさにここで中学校の時の夏休みの美術の
絵画の宿題を描いてた。この画角がそう。めっちゃ景色いいんだよな。ここでこうやって描いてたよ。何年経っても変わらない景色に感動して少し感傷的になりました。そしてここは瀬戸大橋を背景にしたマリンドーム。ここにも思い出があるんです。ここで高校生の時くらいにお父さんと一緒に歌ったことがあって、ここも思い出のある場所。めっちゃ綺麗。今後ろで流れている花火のような恋という曲も瀬戸大橋記念公園で散歩しながら歌詞を書きました。私の中でいつの時代も本当にいろんな思い出が詰まっている大好きな場所なんです。このステージでギターを持って歌ってました。ということで瀬戸大橋記念公園でした。お次に紹介する場所はこちら。おっと、この石垣は。やってきました。続きまして丸亀城案内します。大天門と天守が一直線に見えるのは丸亀城と高知城だけしかないんだって。ということで丸亀城を案内します。うわ、泣いてるよ。弓とかそこから撃ってたのかな。ここが丸亀城のショップみたいなとこ。うちは工房もあるんだって。あと骨付き十字も有名だよ。骨付き十字。丸亀市の公認キャラクター骨付き十字は私の推し。骨付き十字となった行こう。骨付き十字はあんな持ち方しないで大切に扱って。てか頭取れてるじゃん。ここは見返り坂と言われるすごく急な坂です。天守閣まで上がるのにさ、馬とかないとしんどくない？坂道は後ろ向きで歩くと楽だよ。ここは運動部もトレーニングに使うほどの坂。夕飯には少々厳しかった。めっちゃ急。今日頑張って登りました。石なのに綺麗なカーブ描かれてて、これが石で作られたものだと思うとすごく人類の可能性を感じる。骨付き十字であった。そしてさらに登り続ける坂。見返り坂を終わった後もまだ坂は登っている。そして絶景スポットに到着。見て、瀬戸内海、瀬戸大橋、月見櫓です。あそこに見えるのが香川県の富士山と呼ばれている讃岐富士。讃岐富士と呼ばれている香川県の富士山。本当は犬山って言うんだ。実家そこらへん。そしてここから見える絶景ポイントは石垣のこの扇のなだらかな扇の形が見える。連続でとても美しい。アートだよアート。天守閣に登っていきましょう。ついに天守閣が目の前に。一体天守閣の近くには何があるのでしょうか。ここは日本一深い井戸です。めっちゃ怖い怖い。無理、怖い。そこが見えないの怖い。見てめっちゃ怖い。怖すぎる。こういうの苦手だわ。怖っ。すげえ、こんなとこから水汲めてる。大変だな。風力お化けじゃん。ついに天守の目の前に到着。天守だ。中にも入れますので、よかったらぜひ入ってみてください。そこは大雨で石垣が崩れてしまって、今これを一つずつ積み直していく復旧作業をしています。
めちゃくちゃ大変な作業ですごく時間かかってるんですけども、いつか完璧に復旧できるように皆さん頑張って直してくださっています。さて、これで丸亀城の案内はおしまい。次のところに向かいましょう。到着しました。四国水族館。四国水族館は2020年にオープンしたばっかりの四国水系をテーマにした水族館です。四国の水辺に生息する生物およそ400種類が展示されているとのこと。それでは今から四国水族館に潜入。できたとこだから綺麗だ。海が見渡せる水族館っていいよね。この日はまだ何も食べていなかったのでペンギンアンマンを購入。めっちゃ可愛い。しばしがちゃんと可愛い。あったか。いただきます。めちゃくちゃうまかった。そしてカワウソの可愛い可愛い餌やりタイム。うちの猫よりでかい。水族館の中にある竜宮の景というアートを展示しているところにもお邪魔しました。竜宮城だよ、竜宮城。ものすごく幻想的だったのでぜひお立ち寄りください。竜宮の景を抜けるといろんなグッズが売られていました。どれもこれも可愛すぎるんじゃ。ここでしかできない体験もあるのでぜひチェックを。うわ、庭に錦鯉飼いたい。ここからは水槽の紹介をしていきたいと思います。太平洋や瀬戸内海、深海や淡水で暮らす生き物がここではたくさん見られます。何これ、ワニみたいだな。本当にワニとイカの融合体。ワニイカ泳げ、シマウマだから。変な模様、ダミタイツみたい。早すぎて捉えられないじゃん、この動き。俺じゃなきゃ見逃しちゃうね。このカニはカニクリームコロッケのサイズ。あそこまで行ったらもうでっかい雲。間抜けな顔が来た。ふわふわしてきて花みたい。電気みたいだね。神奈月の景では上を見上げるとサメが泳いでるところが見られるんだよ。すごかったぜ。超大迫力。そしてここは四国水族館の中で一番大きな水槽であるワタツミの景。まるで水中の中にいるような感覚。そしてここはインスタ映えスポットとしても有名な渦潮の景。夕暮れの景では海をバックにイルカたちのプレイングタイムが拝めます。イルカたちがめちゃくちゃ必死に頑張っててすごく可愛かった。泣いた。そしてミュージアムショップではここでしか買えない限定商品も購入できちゃいます。そしてそろそろ次の目的地へ。さあ、中野うどん学校に到着しました。今からうどんを打っていきたいと思います。こんにちは。こんにちは。今日はね、ようこそ、はい、香川県宇都宮町コンピラさんの元にあります中野うどん学校、はい、お越しいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。はい、一緒に頑張っていきたいと思います、はい、お願いします。うどんの材料いるよ、はい、材料これ3つのものからできてます、はい、まず1つはこれ小麦粉です。小麦粉小麦粉。わかります。中でもさぬきは中力濃い粉を使うの。次塩。塩。塩は粗塩です。水はうどん作る30分以上前に踏み焼きときます。そしたらうまいうどんの生地ができます。で今日はね、はい、実際にうどんの生地を練っていただきたいと思います。はい。ここ小麦粉が 250g 用意しています。塩水です。塩水の作り方がわからないとうどんができないんですよ。で今日はもう作ってますのでそれでいきたいと思います。片手でボウルを握って、はい、片手を中に入れて熊手をグーッとして混ぜてください。これがもう食塩水です。はい。これを入れます。かわいがる。うん、しっかり。よし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 。そう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 。色がね少し黄色くなってくるんですよ、うんうん、これがグルって聞いたことあるわな。はい。上手やん。おお。
さすが香川出身やな。もう今度は勉強せー勉強せーとしっかりこねてください。そうだよ、勉強せー勉強せー、押す前から帰って下に押す、前から帰って下に、そうそうそう、よいしょ、すごい重労働、足一歩前に出したらいい、腰に力が入って、いっそ腰やってるんだけど、よいしょ、そうじゃ、あ、よいしょ、あ、よいしょ、うまいよ、あなたも、子育てしたらうまいと思う、ほんまうまいもん、来ました。ちょっとね、ザラザラしてるわね、うんうん、で、ここからサルキュードの一番大事なとこ行きますよ、はい、今度はね、この子供を鍛えるんですよ、鍛えていく、鍛えていく、悪いとこ悪いと抜けてやらない、今空気含ましてるからな、はい、空気を抜いて腰をリスト強くせないか、はい、はい、高さの方が多くて、こう、1、2、1、2って前向きになってね、はい、コーンスタッシュを着てます、内子です、裏表につけてください、これ、はい、綿棒を生地の中央部真ん中に置きます、ここからうどん打ちに入ります、はい、くるくるくる巻き巻き、巻いたらどうするか言うたらな、1、2、3と腰伸ばしていきます、厚さ3ミリになるまで頑張ってください、はい、そうじゃ、これがうどん打ちね、手打ちうどんね、うどんになってきた、何を作ってるかいうとこやっと認識できるわな、分かるわな、うん、これを今度は4本指の幅、これが包丁の幅です、お家にある家庭の方、これで両方畳にします、そう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 、そうです、包丁は真ん中を使って、押し切り絶対引かない、押し抜いてです、好き好き、そうだ、好き好き好きだよ、好き、はい、太め細めイケメン、いろんなことができるで、あなた、はい、包丁持ったことある？そんなにないそうだな、私縄に切れると思うよ、はい、前へ前へ、うどんは全部前向き、いらっしゃいます、もう閉まったんですか、閉店ですか、閉店です、はい、うん、あなたのから先はこう、はい、ドボンドボン、はい、これ混ぜ混ぜします、鍋の中にぶっつかないために混ぜます、はい、はい、もうすでに美味しそうな予感、味見をしてみます、はい、どうぞ味見してください、これなんかわかる、肉うどん、はい、立って食べるとこええとこや、足の先までうどんが入る美味しくて泣きそう、ダメよ、ダメが入るともっと塩辛くなるから卒業証書、はい、ニューハンズの様、はい、あなたはサヌキうどん作りの秘伝を本場サヌキで一生懸命習得し、はい、その技術は誠に立派なものになりました、これ、ね、これ抜いて、マッシュを取って、はい、はい、綿棒です、綿棒、これで先生になれた、まだ慣れてないお店出せる、お店出す、卒業できました、無事に卒業できたので次の目的地へ行きます、秩父ヶ浜に到着しました、いわゆるウユニ塩湖みたいな写真が撮れるとか、夕日が綺麗ということで秩父ヶ浜が有名なんですが、初めて来てびっくりしたのが、すごいおしゃれなカフェが至る所にあるっていうことを、めっちゃおしゃれじゃない、本当に全てのお店がめちゃくちゃ綺麗だし可愛くてウキウキしちゃった、テブガ浜にある全てのものがアートに感じられて、歩いてるだけですごく楽しいところです、秩父ヶ浜に来た際には夕日だけではなく、ぜひこういうところも楽しんでください、こうやってなるんだよ、こうやって本当は夕日が沈む時刻です、沈んでる、ちょっとずつ沈んでいる、もうちょっとで夕日が沈むぞ、やばいね、めっちゃ綺麗、まるで水面が鏡のように映っていて、ゲームの世界に入り込んだみたい、ただ靴はビーチサンダルがおすすめだよ、あとタオルも欲しい、ということで香川旅行でしたが、今まで発見できなかった香川の魅力改めて発見できたと思います、みんなも香川の良さ見つけたら教えてください。
ありがとう、みよはんでした。